想像したくもねえぜ。えぐられた肉が焼かれてやがる。筋肉対ダンス、今宵軍配が上がったのはダンスだ。どうだい、俺の踊りは熱いか。神も人も誰しもが人類の三杯目を確信する中、ライデン・タメーモンは一人静かに笑った。おめったいな。圧倒的劣勢に人類が絶望する中、ライデン・タメーモンと土俵でぶつかった力士たちの見解は違う。見ろ谷風の、あのライデンが土俵で笑ってごわす。実にめでてえ、めでてえじゃねえか。なあ小野川の、やっと来たんだな太郎吉。てめえがよ、本気で相撲を取れるこの時が。俺らじゃ成長したお前の全力を受け止められなかった。うん、見せてやれ、取りたかった本当の無類力士ライデン・タメーモンの相撲を。久しぶりだな、思う存分相撲をやるのは。なんだよお前、そんな気持ちのいい面もできんだな。己を否、相撲を解放する。そう決めたライデンの体はごく自然にその動作を始めていた。俺はライデンの土俵入りだ。奥の手か、いいね、ぶっちぎりで来いよ。時間いっぱい、何でもありの中、数ある相撲技から力士ライデン・タメーモンが選んだ技、初歩にして王鉄砲。異形の構えから放たれんとするライデン・タメーモンのそれは、ベルンドの筋肉完全制御によって異質の技へと昇華。そして超速筋肉移動により全武力を手に込めた。かぶ、ぶつかぶせ、絶対の一撃。鉄砲極みの型、いわくヤタガラス。ライデン・タメーモンのとんでもねえ一撃が破壊神シバをぶっ壊した。やったやったっすよ姉様。なんだ今の技は。シバの腕がちぎれとんだったと。へえ、もしシバがガードしていなければ確実に頭が砕け散っていたじゃろうな。何せヤツの手はその凄まじい衝撃波で音まで飲み込みよった。人間にそんな技が出せるのか。芝だから死ななかったと言えます。